東銀市場でお弁当を食べた後はソチョンの街をお散歩しました。ソチョンは静かで落ち着いた街で、あちこちに小さいハノックが残っています。昔は朝鮮時代の芸術家が住んでいた街だったそうです。住宅を改装した小さなレストランやカフェがたくさんあります。どこもおしゃれでとってもいい雰囲気でした。エンドグリップコーヒーケニア英雄。ここはデオ書店というソチョンで有名なスポットです。撮影などにもよく使われます。エッグタルトです。食べる。いい匂い。エッグタルトまだあったかいよ。ソチョン周辺でお目当てのエッグタルトとかも食べたんで、次は行きたかったカフェに行きたいと思います。ちょっと歩くんだよね、うん、ちょっと東印市場からちょっとキョンボックンの方に
歩いていきたいと思います。